サッカーの試合は必ずしも毎回強いチームが勝つとは限りません。時に弱小が強豪を破る様子はサッカーを盛り上げる要素の一つです。特に一発勝負のトーナメントでは、実力の劣るチームが何度も強豪に勝って上位に進出することがあります。そこで今回はカップ戦で下克上を起こしたチームを紹介します。奇跡の躍進が起きた各クラブのストーリーも紹介していきますので、楽しんでいただけると思います。ヴァンフォーレ甲府は J1 と J2 で昇降格を繰り返す決して強豪とは言えないクラブです。2022年は J2 でも下位に沈み、残留争いに巻き込まれていました。そんなチームですが、日本全国のチームで争われるカップ戦、天皇杯では見違える成績を残しました。初戦に環太平洋大学を下して順当に勝ち上がると、北海道コンサドーレ札幌、サガン鳥栖、アビスパ福岡、鹿島アントラーズと J1 のチームを相手に4連勝、決勝まで上り詰めます。J2 下位のチームが J1 のチームに連勝するのはすごいことですが、ここまで格上のクラブと当たる苦渋の悪さも相当なものです。決勝では J1 のサンフレッチェ広島と激突しました。試合は甲府が前半に先制するものの、後半終了間際に広島が追いつき、延長戦に突入する展開に。追いついた広島が勢いそのままに延長戦でも試合のペースを握ります。なんとか失点は避けたい甲府は延長後半に42歳のベテランディフェンダー、山本英臣を投入。しかし、その山本が投入直後にペナルティエリア内で痛恨のハンド。残り時間も少ない中、大ベテランの与えた PK で敗北という残酷な結末となるかと思われました。しかし、この PK をゴールキーパー、川田晃平が神ストップ。そのまま甲府が広島の猛攻を守りきり、勝負は PK 戦にもつれ込みました。ここでも川田が PK を鬼ストップ。一方の甲府は4人全員が決め、決めれば勝利が決まる5人目のキッカーは、ハンドをして PK 献上した山本。甲府で20年プレーした大ベテランがしっかりと決め、甲府は天皇杯初優勝。J2 のクラブながら日本一に輝きました。ちなみにこの試合で選手の他に注目を浴びたのが、甲府サポーター歴23年の67歳、木村さんです。白髪頭で腰を曲げながら、スタンドで懸命に大旗を振る姿が中継に映り話題となりました。ネットでは、MVP は甲府サポのおじいちゃん。マジでかっこいい。自分もこうなりたい。と大絶賛。長年応援し続けたクラブの日本一を目の当たりにした感動は相当なものだったことでしょう。天皇杯では J リーグのクラブだけでなく、アマチュアクラブの活躍も見られます。本田技研工業フットボールクラブ、通称本田 FC は、日本のアマチュアリーグの最高峰の JFL に所属する強豪クラブです。2019年の天皇杯では、静岡県予選で J3 の藤枝前 FC、アスルクラロ沼津を破って静岡県代表として本戦に出場。本戦でも J1 の北海道コンサドーレ札幌、J2 の徳島ボルティス、さらには J1 の強豪浦和レッズと、なんとプロクラブを5チームも破ってベスト8へ進出しました。アマチュアクラブの天皇杯ベスト8入りは実に12年ぶりの快挙。続く試合では惜しくも鹿島アントラーズに敗れてしまいましたが、アマチュアクラブの奇跡の大躍進は大きな注目を集めました。この大会で活躍を見せた本田 FC の東野大也は翌年、J1 の強豪川崎フロンターレへ完全移籍。工場で働きながらアマチュアクラブでプレーしていた選手がプロクラブに入団するという夢のようなステップアップを果たしたのです。余談ですが、同じく2019年の天皇杯では法政大学がベスト16入りを果たすという躍進を見せました。この時のチームには日本代表の上田綺世が所属。その上田は2019年夏、若手中心のメンバーで構成された日本代表に招集されます。チリ戦では久保建英と共にスタメン入りし、この時久保は世界トップクラスの強豪レアルマドリーに所属。法政大学とレアルマドリーの2人が同じピッチに立つという異例の状況に、こんな組み合わせ二度と見られないとネットで話題になりました。それぞれ全く違った道を歩んだ選手が共に世界に挑む姿はなかなか興味深いですね。続いてもアマチュアクラブの躍進を紹介します。松本山雅 FC は現在プロクラブとなっていますが、2011年当時はまだ JFL に所属するアマチュアで J リーグ昇格を目指す立場でした。昇格のためには JFL で上位になる必要があったものの、チームは不調でシーズン序盤は低迷していました。そんな中、チームの中心だった元日本代表の松田直樹が練習中に突然倒れ緊急搬送。急性心筋梗塞で帰らぬ人となりました。チームにプロ魂を叩き込んできたリーダーへの思いを胸にチームは奮起。天皇杯で J2 の横浜 FC、J1 のアルビレックス新潟を破り、過去最高成績となるベスト16入りを果たします。
JFL でも後半戦で巻き返し、年間4位でフィニッシュ。見事翌年からの J2 昇格をつかみました。マツダの訃報を受けて、前所属の横浜 F ・マリノスは、彼がつけていた背番号3を永久欠番とすることを発表。日本サッカー協会は、各練習場やグラウンドへの AED 設置を義務化しました。マツダの死は、松本山雅だけでなく、日本サッカー全体に大きな影響を与えました。サッカーの国内カップ戦は天皇杯以外にもう一つ、主に J1 のチームで争われる J リーグカップがあります。2005年にはジェフユナイテッド千葉がその J リーグカップで躍進しました。当時のジェフは下位に沈むこともないものの、優勝争いに加わることもない、いわゆる万年注意のチームでした。そんなチームに革新をもたらしたのが、2003年からチームを率いたイビチャ・オシム監督。オシム監督は牧誠一郎、阿部勇樹、水野幸喜、水本勇樹らオシムチルドレンと呼ばれる若手選手を積極的に起用。考えて走るサッカーをモットーに、若さを生かしてピッチ中を駆け回るプレースタイルでチームは快進撃を続けます。ジュビロ磐田、浦和レッズ、ガンバ大阪と当時 J1 で上位争いを続けていたクラブを立て続けに破り、 J リーグカップ優勝、チームに8タイトルをもたらしました。この活躍もあり、オシム監督は翌年から日本代表監督に就任します。2006年ドイツワールドカップを終えた直後に、大会総括として日本サッカー協会が開いた記者会見。この時、大会後に退任したジーコ監督の後任はまだ正式発表されていませんでした。そんな中、当時のサッカー協会会長だった川淵三郎が、新たな日本代表監督が総監督として、オシムが、あ、オシムと言ってしまったね、とポロリ。意外な形で幕を開けたオシムジャパンでした。オシム監督は日本代表でもジェフ時代のマナ弟子たちを積極的に招集しました。オシムチルドレンは国内だけでなく世界の舞台にも挑戦していったのでした。世界の舞台において J リーグはまだまだ強豪には程遠い存在です。そんな J リーグのクラブが世界の強豪相手に果たした躍進を紹介します。2016年に日本で行われた FIFA クラブワールドカップに開催国代表として参加した J リーグ王者の鹿島アントラーズ。1回戦でオセアニア王者のオークランドシティ、2回戦でアフリカ王者のマメロディサンダウンズを下し、順調にベスト4に進出します。続く準決勝は南米王者のアトレティコナショナル。歴代の大会を振り返ると、決勝戦はほとんど南米王者と欧州王者の激突となっており、南米王者の勝利が当然と見られていました。そんな下馬評を覆し、鹿島は3対0の圧勝。クラブワールドカップでアジア勢初の決勝進出を果たします。決勝戦の相手は優勝回数最多の欧州王者レアルマドリー。クリスティアノ・ロナウド、ベンゼマ、モドリッチらスーパースターを擁する絶対王者です。そんな相手でも鹿島の勢いは止められません。開始早々に失点してしまうものの、前半終了間際に日本代表の柴崎岳がゴールを決め同点とします。さらに後半立ち上がりに柴崎の2ゴール目で逆転。お祭り気分でマドリーを応援していた日本人サポーターたちも手のひらをくるくるに返して、会場は一気に鹿島ムードに。しかし、絶対に負けられない王者レアルマドリーはここから本気を見せつけます。クリスティアーノ・ロナウドのゴールで同点に追いつくと、延長の末に逆転。鹿島は惜しくも勝利となりませんでしたが、あと一歩で世界一というところまで上り詰め、多くの日本人サポーターに夢を見せてくれました。横浜フリューゲルスというチーム名に聞き覚えのない方もいると思います。それもそのはず、J リーグ史上唯一消滅してしまったチームです。自分たちのチームが消えてしまうという悲劇に見舞われながらも、彼らが起こした奇跡の躍進を紹介します。1998年10月、横浜フリューゲルス運営会社の経営撤退による横浜マリノスとの合併が報道されました。サポーターは必死に反対運動を行いましたが、シーズン終了後のクラブの消滅が決定。そんな中迎えた天皇杯、アマチュアクラブの大塚製薬サッカー部、ヴァンフォーレ甲府を順当に下します。続く準々決勝からは J クラブとの対戦でしたが、トーナメント戦で負けた瞬間、チームが消えてしまうという状況に選手は奮起。当時 J リーグの2強と称され、圧倒的な強さを誇っていたジュビロ磐田、鹿島アントラーズに続けて勝利、決勝の舞台へ駒を進めます。1999年元日、決勝の相手は1993年の J リーグ開幕節で対戦した清水エスパルス。最後の対戦は、くしくもプロクラブとして最初に戦ったチームが相手でした。この試合に2対1の逆転勝利を収めたフリューゲルスは、見事天皇杯のタイトルを獲得し、
有終の美を飾りました。ウリューゲルスは1993年にも天皇杯を優勝しており、決して弱小と呼べるチームではありません。しかしこの年の前半戦に監督が解任されるほど成績が振るわなかったチームが、消滅発表以降はリーグ戦も含めて9戦全勝、強豪クラブを倒してタイトルを獲得した様子はまさに奇跡と呼べるでしょう。余談ですが、チームの消滅後、選手たちは合併後の横浜 F ・マリノスを含めて他のチームに移籍していくことになります。元日本代表のゴールキーパー奈良崎聖光はフリューゲルスから名古屋グランパスに移籍。試合前にサポーターに配られるメンバー表、奈良崎の欄には全所属横浜フリューゲルスの文字が。もし僕が移籍したらあの文字がなくなっちゃうんですよ、それが辛い。そんな思いから2019年に引退するまでグランパス一筋でプレーしました。冷静沈着なプレーでチームを支えてきた守護神の胸には、プロデビューしたクラブへの熱い思いが秘められていたのです。今回はカップ戦で起きた下克上を紹介しました。予想もしない番狂わせや躍進の裏に隠された選手やクラブの物語もサッカーの醍醐味の一つですね。ここでは紹介しきれなかったチームもたくさんありますが、皆さんは番狂わせといえばどんな試合やチームが思い浮かびますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。